皆さんこんばんは、山崎定治です。定治の独り言、今日もボクシングでいってみましょうか。じゃあ早速いってみましょう。元東洋バンタム級チャンピオンという、東洋の防衛が12回ですね。12回でしょ、はい、この記録っていうのは破られて、セバンタム級ではまあ記録ですね、まだね。今日は大阪のエディ・タウンゼントジムの会長、元東洋バンタム級チャンピオンという、素晴らしい肩書きをお持ちの村田栄二郎会長にお越しいただきました。よろしくお願いします。でもよろしくお願いします。で、村田会長は3戦目に確かの沼田選手と日本バンタム級タイトルマッチじゃなくてノンタイトルだったんですよね、その時。なんかチャンピオンだ、日本チャンピオンでだったんですよ ね、 相手はね。それに8ラウンドかなんかで TKO 勝ちいう感じでね。あ、うん、なるほど。でもそれでまあ勝たれて、それからもう連勝連勝で、まあとりあえずそうですね。で、東洋、バンタム級チャンピオン、はい、13戦目でした。そうですね、はい、13戦目ですね。で、あのルペ・ピントールとの世界戦ですよね、うんうん。まあ、当時はあの15回戦というね。あ、そうですね。いやー、もう長かったっすね。しんどかったですね、もうね。いやー、だから14回15回で逆転ノックアウトも僕も見てきたけど、うん、はいはい、やっぱ世界戦になると13、14、15、このラウンドがやっぱ急にガクンと疲れが溜まってくるラウンドなんですよ。その13ラウンド入ってやっぱ疲れてきて、そこで打たれてきて、世界戦になって打たれてきて、14ラウンドで危ない、村田倒れるっていう感じまで行ったんですよ。その時に思ったのが、もう早くいいのをもらって倒れたいなって気持ちをパッと浮かんできて、それでなかなかこうそう思ってしまうと、なかなか打ってこない、当たらないですよね。いや、倒せへんのか、じゃあ俺もう15ラウンド最後まで行っちゃおうかないう感じで、15ラウンドに判定手出してね、16ラウンドはポイントは取ったんかな、ええ、うん、それで引き分けたのかな、ね、すごく、まあ、意義ある引き分けっていうか、うん、もったいない引き分けっていうか。いや、それがあって、はい、また東洋連勝を重ねて、はい、東洋の防衛が12回ですね。12回でしょ、はい、この記録っていうのは破られてないじゃないですか。それ日本ではそうですね、記録、まあ、タイ記録ですね、タイ、セバンタム級ではまあ記録ですね、まだね、とりあえず東洋の、ね、バンタム級12回のは。いや、そこまで、ね、こうボクシングを極めて、もう世界までもう一歩ってところで、うん、本当にこう惜しまれつつ、まあ、引退という、そして今ではもうあの名伯楽のエディ、エディさんの名前ね、いただいてね、ジムやってますけども、エディ・タウンゼントジム、村田栄二郎会長に、いろいろお話をお聞かせいただきました。この続きはまた、定チャンネルの方でぜひ、ご覧になってください。お願いいたします。